ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は本日8月3日 Google の最新のスマートフォン Pixel 6が発表されましたのでご紹介したいと思います。発表されたといってもまだ具体的に何月何日に発売されるだとか、そして価格がいくらになるかとか、そういったところが発表されたばかりではなく、あくまでこの Pixel 6の概要につきまして発表がありました。主に発表されたポイントとしては2つあって、まずはデザイン、そして一部特徴的なスペックなども今回発表がありました。まずは先にデザインからご紹介したと、その後現時点で明らかになっているスペック周り、その辺につきましてご紹介したいと思います。デザインにつきましては、今画面に表示する通り、このようなデザインになっています。実はこのモデルは、Pixel 6ではなく Pixel 6 Pro という上位モデルの方のデザインになります。今回は実は2つのモデルが発表されており、それが今ご紹介したデザインの Pixel 6 Pro というモデルと、もう1つは無印の Pixel 6というモデル、この2つのモデルが発表されています。カラーラインナップにつきましてはそれぞれ3色展開、 Pixel 6 Pro の方がこんな感じ、シルバーっぽいカラーがあったり、ブラックっぽいカラー、そして薄いゴールド調のカラー、この3色展開になっています。一方の Pixel 6の方が先端部分が赤くなっているカラーだったり、このようなグリーンとブルーのツートンカラー、さらには全体がブラックのこちらのカラー、こちらの3色展開となっています。なんといってもデザイン上特に目を引くのがそれぞれのカメラユニットで、多くのメーカーが四角形の枠の中にカメラを配置したりということが多い中、今回発表されました Pixel 6 Pro だったり Pixel 6、それらは端から端までこの長方形の枠の中にカメラを搭載したという形になっています。しかも特にカメラのレンズ部分だけが出っ張っているというわけではなく、このカメラユニット全体が大きく出っ張ったデザインになっています。ですので斜め横から見てもやはりこのカメラユニット全体が大きくせり上がっているのがわかるかと思います。それからボタン周りにつきましては、こちら本体背面から見て左側面、こちらにまずは電源ボタン、それからボリューム調整ボタンがあります。どちらかと言いますと、多くのスマホ、ちょうど持った際に親指が届きやすい位置に電源ボタンを持ってくるというモデルが多いんですが、この Pixel 6につきましてはそうではなく、ボリュームボタン、こちらの方を優先して親指が届きやすい位置に持ってきているようです。以上が現時点で明らかになっている Pixel 6、Pixel 6 Pro のデザインとなります。そしてここからはスペック周りにつきまして現時点で明らかになっているところをご紹介したいと思います。まずは何といっても注目を集めているのが新しい CPU を搭載したというところになります。しかもこの CPU は Google のカスタムチップとなっていて、 Qualcomm の Snapdragon 何々とか MediaTek の何々とか、そういった既製の CPU ではなく、あくまでオリジナルの CPU を採用しているとのことです。それによってこちらに説明がある通り、 Google 史上最もスマートで速い、一応この CPU の速さというのをこの部分でアピールしているのではないかと思います。この新しい CPU の名称はこちらにある通り Google Tensor という CPU になっていて、この CPU は特に AI にも力を入れた CPU になっています。具体的にはどういったところでその AI の力を発揮することができるかというところですが、例えば音声入力、それから翻訳、字幕をつけるだったり、文字起こしだったり、そういった主に言語周りの AI、そちらに強い CPU のようです。そしてまだまだ詳しいスペックは明らかになっていないものの、おそらくかなり力を入れているだろうカメラ。このカメラはトリプルレンズカメラになっています。中には望遠レンズも搭載されており、光学だけで4倍の望遠撮影が可能な
かなり望遠撮影にこだわったカメラとなっています。ただし注意点としましては、今回2つのモデル Pixel 6 Pro と Pixel 6が発表されましたが、その光学4倍のズームに対応した望遠カメラが搭載されるのは上位モデルの Pixel 6 Pro、 こちらのモデルだけになります。以上が今回 Google から発表されました Pixel 6、 Pixel 6 Pro の概要になります。やはり何といっても特徴は、新しく搭載されたGoogle Tensor というカスタムチップ。これは Qualcomm から買ってきたというわけではなく、あくまで Google が独自に開発したチップになります。そして先ほどご紹介した通り、特に AI の部分に力を入れていて、中でも言語関係の処理、その辺を高速に行うことができるようです。あとはまだ説明していなかったですが、この Tensor にはセキュリティ用の機能も内蔵されており、これは以前からありましたが、タイタンと呼ばれるもの、そのタイタンの最新バージョン、タイタン M2 が内蔵されていて、ソフトウェアに頼らず、ハードウェアだけでもかなり高いセキュリティを維持しています。そして現時点ではその性能はどうなっているのか、何とも言えないところではありますが、カメラ性能にもかなり期待できるモデルになっています。特にこれまで Pixel シリーズはあまり高倍率にこだわらなかった望遠カメラにつきましても、今回は Pixel 6 Pro に搭載されるのは、スマホの中でも最高クラスの光学4倍ズームのレンズが採用されています。おそらくそこにデジタルズームを加えますと、何十倍という倍率で撮影できるものと思います。本体の素材につきましても、このレンズユニットがガラス製、そしてそれ以外の部分がアルミ製と高級感のあるデザインになっていて、価格はまだ明らかになっていないものの、かなり高額なスマホになるものと思います。なお、具体的な発売日につきましては、現時点では明らかになっていないものの、大まかな発売日としましては、こちら、国内向けの公式ページにも記載されている通り、この秋登場となっています。iPhone が今からだいたい1ヶ月後、9月には発表されると言われていますので、もしかしたら iPhone と同じくらいのタイミングで具体的な発売日など、その辺が明らかになるのかもしれません。いずれにしても今回はまだ断片的な情報しか発表されていませんので、細かいスペック周りだと、その辺の情報は今後続々と発表されるものと思います。また何かこの Google の最新モデル、Pixel 6、Pixel 6 Pro につきまして何らかの発表がありましたら、改めて別の動画でご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。